ロメThe well paid is time. Rebel one. Action. 結構 AOA 痛い。さあ D で牽制していく。さあカボチャも中央位に置けられるので、ああ拾えてる。がスパイク当たらず。三振三振。からスパイク。スパイクを追ってって安全に移動する。なるほど。あとそこはもうあれがない。ベンジャーダングルダングル。ああ危ない。ダッシュマンカウンター。からスピダニビ。固めていく。4Dガードから。4Bは1段目もガードさせて使ったんで当然ガード。さあレイチェルがカボチャを置けないのでなかなか攻めのきっかけが作りづらい。ロケボクシーキャバリエで画面端に持っていく。さあここで置き攻め 4B スカッシュ。スカッシュ団強い。1本目は YOSHIKI さんのラムダ。レベル2アクション。姫様カウンター。第2ロベリア。あー A だと500か、そんなに減らない。まあ500、2回やったら 1K だ、1K 2回くらったら1000。あと、うまいめくりでアイリスが当たる形。さあ、ロベリア置いてジョージ放電させてからの置き攻め、ジャンピー中断。あの、コンボが亀梨から逃がしちゃって、田島に戻る。8に刺さってグレートマンつなげ、素晴らしい中央シックルコンボ。さあ、キャバリアやって、ダッシュ CC。あの 6C 使ってしまうが、まあ立場に戻せばラムダがそんなに不利じゃないのかな。ブレイド。さあ 6D 刺さってスタジーガーサね。 4D ガード、ブレイドもガード。さあとりあえずどっかでカボチャを作っていきたいんじゃないかな。あージョージが虚しいところで放電して 4D ガード。とりあえず攻めのピッカーを作りたい。さあもうラムダが無理を作る必要ないのでダングル、まずい。あー 4B、 最後は 4B。 バース使うところがないっていう。上がったのは YOSHIKI さん。そうね。内部統制システムは正常に稼働中。第3期戦闘終了。なんで2抜けリーグだけあんなリツイートされてるか。まあプロトスさんと YOSHIKI さん並んでたらちょっとね。確かにプロトス YOSHIKI みたいなのがパッてなるドキッてするよね。確かに。さあ、あとこれはうまい。風をうまく使って、あーっと、なるほどね。さあこれ固めに行けるのは相当しんどい。あれが出てくれると思う。ジャニーやなって。さあゲームが終わりました。早い早い。さあ重力やって画面足から逃がさない。これはこれはダウンが取れて、さあ風もけよ。あのゲーム、さあ距離が離れてゲームが終わったと。ブレイド刺さって、アンディ君とかだとブレイド刺さった時にあーミスくれるって思うんですけど。なかなかね、タップスです。サジ当たる。ブレイドは出してなかったので、こっちこっち、オーカードしているが目標に当たってしまう。これはダイ、いや千葉くん。サジシアラー B ロベでマデマデリリー。さあ風も使ってレベル3安定を取っていく。サジシから黒上電して、ここで大きい攻め、かぼちゃ重ね固めていく。いいよ。あーガキャン離されてゲームが終了。ラムダのガーキャンも根元に判定なくなればいいのに。だいぶ厳しいでしょ。消えてしまえばいいのに。次回作のガーキャンは調整されるんですかね。そうなんですかね。でもあれぐらいでもいいんじゃないと思うけど、アンキャラメーカー。まあでもラムダのガーキャンも白目の奇襲でシュッってやると避ける。あ、避けられるんだ。はい。だからあれやると、いやなんか奇襲寒いなって思いますよ。みんな知ってるみたいな。さあ、ジャンシーシーやって、素晴らしい。下風浮かせてジャンシーやって、マデマデリリー。さあジョージも放電させて 3CC、 カボチャ置いての置き攻め、おパン重ねからカボチャがふわふわと浮いて
消えていく。投げに行ったところ、あーフェイタルガウンだ。よし、やってちょっと遅らせて、キャバリエ、キャバリエやって、ここからの大きい攻め、下段ガード素晴らしい。あーナイスバースト。さあバーストがうまく、ナイスバーストで、マジ今度はガード。さあちょっとダッシュ小刻みにして、おいいよ、いい感じの。あー拾いたかった。あーあーアイリスの硬直に投げが刺さって、バーストちょっと怖かったわ。カボチャ、そうですね、カボチャがとりあえず置けば、あーガード、いいですよ、ロベリア4人ガードして、さあ体力リードは生アムさんなんですが、君刺さって、これは三振キャバリエ、ジャリフェアブレイド恥ずかしい。三振キャバリエそうだ、故障だろう。あの6で6に使って、テンペストダリア、これは攻め取りできる。さあこれ惜しい、まだ時間がある、攻めていきたい。テンペストダリアして牛さんが当たるんですが、ジョージを出したって、かかないよ、あーピンバー最後は、牛さんがガードをさせたときに何度か前ダッシュしたかったんです。あ、他に行ってます。これ2-0、丸。さあじゃあこれは1位決定戦になります。よあ、そうね、バラバラに足とかもらった人嫌だよね。さあやっていきましょう、ニール・ゲリーグの最終試合、これが勝った方が決勝トーナメントに駒を進められるという試合。ワンピーガーが吉木さんのラブだ、ちょっと濃い方が、吉木さんで、真っ白の方が、プロトさんのラブだと。あれ投げ緑になるんだ、どれこれ。ああなるほど、キャバリエ足、画面足、さあ、スイックローギ攻め、下段がしゃがみで当たっちゃう、これ場所ヨニス使って、ブレードでラインを開けていく。おぉジャンプに刺さる嘘みたいなね、今のさあ、お互い、なんか、将棋みたいな。あー、キャバリエ、ガード素晴らしい。から、攻め込んでいく。あの、おぉ、ミスる。さあ、フォローはできてる。おっと、しっくり当たったのが怖かった。から、アクトパールサーから投げ、ロクシーやって、キャバリエ亀足に連れていく。西あらジャンニー D 重ね、ニビここでガキャン、あのあー 6D が地上で立ちくらい。さあガキャン入って、これは当たるのか、当たんなかった、投げが入って、ロクシーでシックル、さあ攻め系、ああなるほど、キマーガード。さあお互い急に分からなくなった、あー分からない、あーコマ刺さって、まだ知らない、シックルやって、こっから本気攻め、さあ下段カードから、あーバックステリ刺さる、バックステリ刺さる。1本目取ったのはプロドさん、あれバックステリ届くんですね、コマン届くのは羨ましいよ。膝が当たって、あーこっからアリサカ三択、中段が当たっちゃって、懐かしいもう一回アリサカ三択、あーあのジャンプ B が意外と、そうですね、さあバース早めに赤ざりだって、とりあえず殺しきりたい、画面端で 6C 頑張り 3C やってダウン取ってシックル、これはガードできている、あーカウンターじゃないよ、あれキーカウンター時間が短いよ、あれ、なるほど、あーゴッドハンド確かに似てる。さあ、ロープに当たっちゃって、コンボ伸ばしていく、重力も当たってどこに当たってさあ、キャバリエやって、おきなめいいガード、サシブレイドもガード、素晴らしい、おー、ガード出していく、なるほど、切り返していく、シックルは止まってしまう、おー、素晴らしい、ぽいぽい、シックル踏んでしまう、キャバリエ、まさにキャバリエやって、これはプレゼントで押していく、ああクレキャンからもう一回、本当はプレゼントだよみたいな、あれアンティーがやると、ああクレキャン、クレキャンアンティーがやると何やってんのこっちって思うけどやっぱ上手い人がやるとおーってなるよねプレードどんどん攻めていく、
さあ、アクマルサーから固めていくが、ガードスキル、素晴らしい。コマンコマン 2B から、下段を中心に攻めていく。あー、当たっちゃう。うわ、何、嫌な感じ、嫌な感じ。2D。パラフレ、あー、アクマルサー投げ。4B。グレゼント、ダッシュシー、ロッシー。チックル。スパイクチェイサー。キャバリ、減る。あ、こんな減るんだ。楽しい。から重力やって画面足から逃がさないし、あー死んじゃう、死んじゃう。さあ中段カード、あった、あー4が待って、これは殺しきれる。勝ったのはプロドスさん。あれ、あった。いやー名勝負ですわ。バチカイじゃない。